こんにちは、速稼塾のここです。タカさん、34話ありがとうございます。やっぱり私たちみたいに在宅で仕事をしていると、家族は仕事をしているのか、それとも話しかけていいプライベートの時間なのか、非常に分かりにくくて、実は家族も気を使ってるんですよね。そしてストレスを感じているかもしれません。子供たちはパパが家にいれば、それは家族として家にいると思っているわけなんですよ。会社の社員としてそこに働いているという、そういう姿は映らないと思うんですね。これは在宅で仕事を目指している多くの方にお伝えしたいんですけども、この自宅の中でですね、出勤しているという体制を作るのは、実は家族の協力が絶対不可欠なんですよ。例えば私はこうやって撮影をしてますけども、撮影が始まったら家族一同シンとする、そのぐらいあうんの呼吸が取れてないと、なんか雑音が入ったりとかね、話しかけられたりとか。で、昔私ね、小学生や中学生の頃に好きなテレビ番組、アニメのね、オープニングのその歌があるじゃないですか、燃え上がれガンダムみたいなね、あれを録音したくって、テレビの前にカセットテープを置いて録音ボタンを押すわけですよね。そうするとお母さんがご飯よーってから台無しになるみたいなことが結構ありましたけども、ああなっちゃいけないんですよね。で、時には一人で仕事をしている時に来客があるかもしれません。郵便か小包が宅急便ですって届くかもしれません。そうするとせっかくの録画も台無しですし、あとね、そういうことが起きるかもしれないっていう風な先入観で仕事をしていると、結構ね、落ち着かずにパフォーマンスが出ないことがあると思うんですよ。ですんで私は深夜2時に起きて朝の7時まで仕事をしてます。その5時間は完全に一人の時間なんですよ。で、そういう風にして日中はちょっとね、体を休める時もありますけども、大体家族とフルパフォーマンスで過ごしてます。今日も朝7時半に家族が起きてきまして、私はもう9時にですね、出かけて1日のスケジュール、今日はね、天気が良かったんで、岡山まで出かけてきまして、そして、未来公園っていうところがありまして、ね、その公園で3時間ほど楽しんできて、そしてランチをとってゆっくりと車で帰ってきたって感じです。先ほど帰りまして、子供をですね、おばあちゃんの家に預けて、そしてこれから奥さんと2人で夕食ということになります。完全にだから家族を楽しんでるわけなんですよ。そして家の片付けとか段ボールの梱包とか、日常生活で家に帰ったらお父さんがやることもちゃんと毎日やってるわけですよね。ゴミの分別や家事や育児や洗濯、欠かしたことがありません。でもちゃんと仕事もするわけなんですよね。お客様からのお問い合わせがあったら、やっぱりね、どのぐらいの時間で返信できるかなと思ったら、やっぱりこう動画を撮る時の時間ですよね。あ、これは20分ぐらい確保しないといけないなと思ったら、例えば今は奥さんと2人なんですけども、奥さんが夕食のスタンバイを始めたら、夕食ができるまでに25分から30分かかるなと読むわけですよ。そしたらその瞬間にこの動画を撮り始めるわけですね。そうすると奥さんも自分一人で作業をやっていて、私にはちょっと話しかけるタイミングがない、で、私もその時間を狙ってこういうふうに作業をすると、やっぱお互いにね、いつの間に仕事してんだろう、いつの間に家事やってんだろうみたいな感覚ができるわけなんですよ。で、いい感じで運営できているかなっていうところです。それはね、やっぱりこう話し合って決めるところもありますし、ある意味あうんの呼吸ですね、そこはね。だから私がね、撮影中に、まあ時にね、大和くんがね、タカタカタカって乗ってきて、私 のこういったカメラのフレームに入ってくることもあるんですよ。でもそれも想定してカメラのフレーム入ったら、よっこいしょって抱き上げて、大和くんも出演する形で、講義を続けるってこともありますけどね、結局内容が伝われば講義っていうのはできますんで。でもやっぱりね、視聴者さんとしてもしっかりと集中して仕事をしているビジネスモードの私を見ているときに、やっぱりね、ファミリーっていうものを排除した方が私は絶対いいと思うんで、何回も何回もそれが続くと台無しになっちゃいますんでね。ちょっと声が入るだけでもやっぱりね、集中力を欠かしてしまうことになりますんで、商品をプロデュースしている方がそれでは良くないかなと思います。まあ、様々申し上げましたけども、家族が出勤している、自宅に出勤しているお父さんっていう形を見分けれるのか、あ、これは休憩中のお父さん、もしくは食事に誘っていい、ランチに誘っていいお父さんなのか、それとも今日は家族として過ごしているお父さんなのかってことが、やっぱり分かんなくちゃいけないかなと思いますね。それ話し合って分からせることでもありますし、先ほど申し上げましたあうんの呼吸みたいに、ちょっとしたことで家族が察するぐらいのね、そういうふうなポイントを持っていただくってことにもなるかもしれません。さあ、いろいろとお話しましたけども、この辺はちょっと前置きです。ここからちょっとね、本題に入っていきますけども、皆さんは後回しにしたことで、後からしっかりと思いを込めてやったことって何かありますか？だいたい後回しにしたら、その時点でもうやらないのと同じになっちゃいますよね。もっと言えばね、
後回しにした時点でもうすぐにやらない時点でそれはもうすでにモチベーションが落ち始めているということを意識した方がいいです。ですので本当に大事なことは今やってることを押しのけてすぐにやる、この繰り返しに慣れていった方が絶対に実行力行動力がついていきますね。大好きな女の子とデートをする、その約束があったら他の、男友達との、ね、約束なんて破棄するでしょ。少々のことはもう後回しにして女の子のデートにこうはせさんじるわけですよ。そしてもっとね、下世話な言い方したら、お酒を飲んでいい雰囲気になってその女の子と帰りのタクシーに乗りました。女の子が、あ、ちょっと酔っちゃったみたいっつったら思うでしょ、今ならやれるって。でもこれを真摯な面して今日はおとなしく帰れないよって言ったら、もう次の日はもうやる気になってないわけですよ、女の子はね。だからちょっと下世話な例だったんですけども、今しかできないことってあるんですよ。今しかできないこと、同じ状況同じ力量なのに、明日じゃダメ、半日後じゃダメ、1時間後じゃダメっていうね、いわゆるタイミングの問題っていうのがあるんですよ。ですんで何か新しいことに取り組む時とかってまさにタイミングなんですよ。そのタイミングっていうのは待つんじゃなくて自分で決めるんですよ、今やろうと。そしてすぐに動き出すこと、どうしても決められないんだったら最低限でも今はできないけど涙を飲んで後回しにするんだけども、何月何日の何時からどのぐらいやるかってことを決めて後回しにする、これ今日の課題です、一つポイントですね。そうするとほとんどの場合実行できます。実行できなかったらもう自分の人生は諦めてください。自分で決めたことができないってことはもう他者から決めてもらってもできないですか。それ人から決めてもらってできるっていうんだったら独立しないでしょ。それは会社員なんですよ。上司からのタスクが降ってきた、業務命令があった、だからロボットのようにその命令に従う、これはサラリーマンなんですよ。ある意味サラリーマンの方が優れてますよ、ミッションをこなすわけですから。そこを抜け出したわけですから、自分で自分に指令を出さないといけないんですよ。その連続が死ぬまで続くわけですよね。つまり決断力実行力は自分に付託されているわけなんですよ。さあ次です。欲求ですね。私はね、欲求をね持ってほしい、もっともっと欲望を持ってほしい人にはね。それこそ前回三大欲求の話したでしょ。三大欲求を押しのけるほどの強い欲望を持たないとできないですよ。睡眠時間をちょっと削るとか、それから人間関係をちょっと脇に置くとかね、食欲を我慢してそれに取り組むとか。だから三大欲求以上に自分がどうなりたいのか、誰とどうしたいのか、どんな未来が欲しいのか、誰を守りたいのか、そのぐらいの衝動に駆られてますかってことなんですよ。飯も食わなくていい、寝なくていい、それこそ性的な関係や人との付き合いなんていくら経ってもいい、でもこれだけが最優先、三大欲求以上に俺の必要なものだと思えばできると思いませんか。その一つの例が月収100万、三大欲求を放り込んでもこの月収100万まず達成しましょうよ、ね、安定的に少なくとも1年間、1年間月収100万を続けたところで年収1000万ですよ。こんな人山ほどいますよ、サラリーマンでもいますよ。つまり特別な人にはなってないんですよ。これでも普通の人なんですよ。月収100万 ×12 で普通の人ですよ。普通の人の範囲はすごく広いわけですから、分厚い中間層とでも言えるかもしれませんけどね。だから少なくとも普通の人じゃないなっていうのは、月収で1000万とか月収で1億とか、これ1回でも一生のうちにやってみてください。普通の人はそれで突破できますから、そういうふうに考えていた方がいいと思います。月収100万は所詮平凡な人が頑張ったらいけるレベルなんですよ。自分を特別だと思わないことですよ、こんなことで。三大欲求を押しのけてそれ以上の強い欲望を今どのぐらい出てきますか。ああしたいこうしたい、さまざまな欲求、三大欲求を放棄してでもやりたいこと、それが今パッと出ない限りは三大欲求に負けて結局同じ暮らしが続きますよ。でこれはね、この動画を見てる皆さんにお話したいことだったんですけどね、気になるでしょ。もっとどうしてそういう風になれるのか、どういう風に考えていけばいいのか気になりますよね。いやでもね、思考っていうのは全てを司ってるんですよ。考えたことが実行に行動に移します、行動に移るわけですよね。で行動に移ったことが結果に反映されるわけですよ。だから全て結果っていうのは元をたどれば、何を考えていたのか、どこに向かおうとしていたのかってことが元になってるわけです。これを因果の法則っていうんですよね。可愛いあの子と結婚したい、私の場合で言ってますとね、私はもう完全に年の差結婚をしたかったんですよ。年の差が大前提だったんですよ、大前提ね。だから最初から同い年の女の子と会わないっていう環境を作りましたね。私がこれ35を過ぎて決めたんですよ。35を過ぎて40歳までの5年間、20歳前後18から23までの女性としか口を聞かない期間がありました。もちろんそれはお付き合いするかしないかっていうことを含ませての関係ですけどね、仕事関係ではいろんな人が
お付き合いしてましたけども、やっぱりね、口説くのは18から23、ずっとその年齢で5年間行きましたよね。そうするともう選択肢こっちから削ってるわけなんで、まあ進む道とか結果っていうのは出やすいわけですよ。もしくはそれで出ないんだったら何もいらないっていう風な形ですよね。まさに三大欲求を金繰り捨ててそれをやりました。その時はそれが大事だと思ったからなんですよ。今はね、おかげさまで年の差もありますけども、それ以上に、あ、この人と一緒になれてよかったというふうに実感する日々がありますね。だからあらゆる意味で良かったと。年の差が大前提で、年の差だけじゃなくて他の要素も見ながらここまで進んできたってことは私は自信を持っているかなと思います。だからこの暮らしを壊したくなくて、三大欲求を押しのけてでも日々ビジネスに勤めることができますし、投資をやることもできるわけなんですよね。はい、ちょっとね、自分のことを話すとちょっと自慢めいちゃうんであんまり気持ちよくないんですよね。一発ね、ここまでの気になる男シリーズの第35話ですけども、ちょっとアクセスのことをお話しさせてもらいましょうか。アクセス、一番最初の私の動画今調べたら49でした、ね、そして第2話第3話と続くわけですけども、あ、第1話は49、第2話が61、第3話が35、そして第4話は2つタカさんから送られてきました。29と22の再生数でした。合計して、だから51ですかね。そして次の私の動画66、次のタカさんの動画21、次の私の動画64ということで、当初良かったんですけども、ここに来てちょっとね、半減してるような気がします。だからちょっとこれはなんか内容が飽きられてきてるのかなと思っちゃうわけですよ。そして今日お伝えしたいことの最後なんですけども、稼ぎ出したからこそ挫折するってことがありますんで、ここを気をつけてください。稼いだから挫折するんですよ。稼げてないのに挫折するんじゃないです。稼げてないうちは稼ぐために一生懸命やる人がいます。そして稼ぎ出したら挫折するんですよ。例えば分かりやすい例で言うと YouTube の広告収入です。登録者1000人を目指して一生懸命やるでしょ。1000人広告収益化できた、報酬見た、やる気なくす。これタカさんなら想像できると思うんですよ。でも私たちはそういう時こそ、じゃあどうやったらこの挫折を新たな期待に変えられるのかってことをやっぱ考えていかないといけないですし、考えられなかったら教わらないといけないんですよね。その繰り返しでビジネスってのはできていきます。挫折と希望、挫折と希望、その繰り返しがサンドイッチみたいにできてるわけなんですよね。その旅は終わることがありません。今私がこの位置にいても挫折はあります。挫折ってのはね、美味しい餌なんですよ。挫折というものを感じたから、じゃあどう調理してこれを希望にしようかなっていうね、ワクワクするわけなんですよ。で、ワクワクするために、勉強もしなければなりませんよね。勉強する、ね、勉強するって普段の暮らしの中でほとんどの人ができてません。特に在宅出勤すると勉強する時間は極端に失われます。勉強は何をするのか、本を読む、これが圧倒的に多いです。本読めてますか、ね、これができてないってことは頭脳は新たに働いてないと思った方がいいです。やっぱりどんな人でもね、未だに本から学んでるんですよ。やっぱり成功者に学ぼうと思ったら未だに本を読むことじゃないかなと思います。で、最後に、私たち在宅で仕事をしている人間は他の人には見えない頭脳という中に、目に見えない、誰からも分かってもらえないようなたった一人のストレスを抱えています。多分もう気づいてるかもしれませんけども、気づいてなかったらこれからそれが激しい爆弾のように降り注いできて、在宅で仕事ができる環境になったからこその挫折に出会えると思います。ご用心ください。それでは。